今日から開幕ということになりました。シンクロ優勝期、その行方に注目の6日間です。 G2 第5回全国ボートレース甲子園開催初日のメインカードです。第12試合12レースドリーム戦を迎えます。対戦メンバーです。1号艇愛知県代表池田浩二、2号艇岡山県代表茅原裕樹、3号艇京都府代表馬場よしや、4号艇福島県代表桐生純平、5号艇福岡県代表前田翔太、6号艇大阪府代表石野隆之、以上の6選手によって争われます。コースはすんなり枠番通りか。1号艇の池田浩二、人気の中心の陰線ということになります。2号艇の茅原裕樹はこの外側に続いて2コースから、3号艇馬場よしやはセンター3コースの進入、この外下げていくのが4号艇の桐生純平です。5号艇前田翔太5コースから、6号艇石野隆之は大外6コースの進入。3対3と分かれました。たっぷりと助走を取りました角1に4号艇の桐生、インコースに構えたのが1号艇の池田浩二。スタートラインに対しては向かいの風が4メーター前後の状況です。ドリーム戦12レース内から1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースアウトを決めたのはインコースからきっちりと1号艇の池田浩二、2号艇の茅原が2コースから続きます。先に回った1号艇池田、2号艇の茅原が鋭く切り込んだ。ワークセッチ入ったら先行争いは1号艇2号艇2艇並走状態、インコース2号艇の茅原、アウトは1号艇の池田、3番争いは3号艇4号艇、なおスタートは前提正常でした。2マークを目指してきますが、内側から3号艇4号艇も迫ってくる。外を握ってかわした2号艇の茅原、そして1号艇の池田、上位体系2番1番2位1の体系、3番手から4号艇桐生、4番手以降は3号艇6号艇5号艇が続きます。2周の1マークを目指していきまして、先頭は2号艇の茅原、1号艇の池田が2番手を追走、外を回して4号艇桐生3番手、上位3艇は2、1、4、4番手に6号艇石の、内からは3号艇の馬場、後方5号艇の前田となっています。インコースから1号艇の池田が0台半ば、見事なトップスタートでしたが、負けじと0台へと仕掛けてきた2号艇の茅原が見事な差しを決めて、1号艇の池田惜しくも2番手です。3番手には4号艇の桐生、上位体系は2番1番4番、4番手以降3号艇6号艇5号艇が続いて最終周回に入ります。2コースから鮮やかな差しを決めた2号艇の茅原が最後のバックへとボートを運んでいきます。1号艇の池田浩二が2番手を追走、4号艇の桐生3番手、上位体系は2、1、4、4番手から3号艇馬場、後方からは6号艇5号艇となっています。懸命のペラ調整も実を結びましたか、初戦見事な勝利が2号艇の茅原、1号艇の池田が2番手を追走、3番手に4号艇桐生、上位3艇は2番1番4番2、1、4、ドリーム戦12レース、先頭2番の茅原五輪、2着1番池田五輪、3着4番の桐生五輪、3番の馬場五輪、6番石野、5番の前田五輪。